ためという字に行きます。まず右下に向かって点を書いたら、その上から、そうですね、45度ぐらいでいいかな、45度ぐらいで、あまり長くしない方がいいです。そしたらこの線に対して左を少し長めですね、右の方がちょっと短めでいいかな。そしたら斜めに入って、で次の線も上よりも少し長くして斜めに入っていきます。この間隔を一緒にして上がっていきますね。また少し長くして斜めに、まあ、この横の線よりも短いですが斜めに降りていきます。で抜いていきますね。そしたら4つの点を書きますが、2番目の点がこの下あたりに来ることをイメージして、最初の点をこう、だからこれを長くするとぶつかっちゃうので割と短めにしておくといいです。で最初の点を書きますね。2番目がここに来ます。間隔を同じにして、4つの点、ここは少し広めに開けるといいかな。